こんにちは、みさきです。今日はたくさんリクエストいただいていたじゅんなさんのバッグの中身をご紹介していただきたいと思います。お願いします。わーい、リクエスト本当に、はい、なんか心配、そんな突飛なものないんだけどって思いながら、結構本当にデイリーに持ち歩いているものを今日は入れてまいりました。ありがとうございます。いや、楽しみです。よろしくお願いします。お願いします。バッグから、はい、ご紹介お願いします。はい、これボッテガベネタさんというブランドのバッグです。ワントーンで、気に入ってるポイントは、以前からいつもお伝えしてるんですけど、金具がないものが好きで、フルレザーで、もう全部細かいところも全部金具が全くないデザインです。裏も鋲とかもついてなくて、ブランドのロゴがドーンってなってないのも好きなポイントで、ここに素押しのロゴが入ってるんだけど、すごいシンプルです。かわいい。サイズによってカラー展開が違うっていう感じで、私はこのスキントーンのカラーが欲しくて、お洋服にも合わせやすくて、まあ、リネンとかそういうちょっと天然っぽい素材のものが多いので気に入って使ってます。このストールはどちらの？はい、ストールはアソースメレというブランドのもので、これもリネンのものなんですけど。リネンなんですか？リネンなの。リネンとコットンのミックスで、縦糸と横糸が違う糸で編まれているのよ。本当ですね。糸が違うでしょ。だからすごい立体感があって、夏場ってやっぱりスタイリングがペタッとしがちだけど、一つね、こう首にぐるぐるって巻くと一気におしゃれ見えっていうのと、こういうバッグで上にファスナーとかがなかったり、丸見えだから移動中とか電車の中とか気になるから、こういうもの必ず上にポンって置いて過ごしてます。ポイントですね。カゴバッグとかもね、リネンストールあるとすごい便利ですね。確かに、これはカメラですね。ライカ Q2 ですね。はい、いつもスナップ撮ったり、まあ、私物撮ったり愛用しているカメラです。やっぱ違いますか？そうだね、やっぱりカメラすごく好きだから、いろんなカメラを持っているんだけど、一番やっぱり写りは好きかな。なんか写真のツヤ感とか奥行きとか、やっぱりすごく綺麗。このケースもそのライカさんの？そう、ライカのオリジナルで出してるケース。アクセサリーもすごい可愛くて、いろんなものが展開されてるから、私はこのキャメルみたいな色が好きぽいです。純奈さんぽいです、じゃん。これも前もバッグの中身で紹介したね、水筒です。いつも持ち歩いてるやつ。私も持ち歩いてます、はい、蓋のお名前と、あとやっぱりこのストラップ、これも一緒だけど同じキャメルのカラーで、これも使うとね、だんだん色が濃くキャラメル色に変化していって、すごい愛着のある子です。一度エトレ東京のブランドでもノベルティでね、エトレ東京ロゴのものを、ね、出したことがあるんだけど、はい、みんなとお揃いでしたから。中はお茶ですね。私はティーパックを持ち歩いて会社とかで給水して、今の時期だとね、黒豆麦茶みたいなのとか、ごぼう茶とか飲んだり、コーン茶とか飲んでます。次、本。結構移動が多いので、簡単に読める本とかもちょこちょこ入れてます。何系の本読むんですか、ジュナ？いや、私ね、自己啓発とかビジネス系のが好きで、それはなんかやっぱディレクターを始めてからすごく好きになって、なんていうか、ディレクター業って正解がないから、導いてほしくって、不安になった時とかにこうだよって言ってくれる人がいないから、最近はもうちょっとなんか砕けたもの読んで、お料理系とかもすごい読むし、はい、なんかもうちょっと暮らし的なこと読んだりとか、前より穏やかなもの読んでます。しおりが、しおり可愛いでしょ。これエトレで買ったんだよ、以前お取り扱いしてた。私も初見です。あ、本当？はい、これレザーですか？そう、レザーなの。素敵。ちょっとこうやって出てる可愛いでしょ。可愛いです。次はじゃあお財布ですかね。これはエルメスのものですね。長財布派ですか？いや、ずっとね、小さいのばっかりを使っていて、はい、40歳になった時に素敵な女性の方がこう長財布からピン札をこう吸って出してお会計される姿を見て、 あ、私もなんかそういう女性になりたいってで、長財布にしたんだけど、ほぼほぼ現金を持ち歩かないから、私もほぼカードと電子マネーだから、素敵だけど出番がって思って、やっぱり小さいバッグの時とか、小さいさ、はいはい、お財布に入れ替えるから、そうですね、まあ、もし卒業しちゃってもカード入れとしてお家に置いとくのにとかに使おうかなと思ってます。これも同じカラーです。このそうですね、はい、全部好きなこのキャメル。続いてはじゃあこちらですね。ちょっとお仕事帰りになんか買うのにエコマック。
これはマルジェラのもので、以前香水をお買い物した時についてきた。へえ。袋で可愛いよね。可愛いですね。 それを使ってます。もうエコバッグに関してはいろんなもの持ってるから、うんうんうん、気分でくるくるって まとめて入れてる。じゃあ次、コスメポーチです。プラダです。これすっごい10年ぐらい使ってると思う。なんかこれ秋冬にしか使わないの、素材が秋冬の素材だから、はいはいはい、素材感がやっぱり一番可愛いポイントかな。なんかはこんな感じでリップ多め。私も撮影とかするってなると、うん、やっぱリップ何本か欲しくなるので、うん、そうだよね、はい、私もね基本的に外でお化粧直さないから、うん、ほとんどリップぐらいしか、うん、おすすめの口紅はありますか？おすすめはもう秋カラー、こういう深い秋のカラーを最近は撮影で使うことが多いので入れてるかな、うん、ちょっとブラウン味があるものとか、これとか結構深いね。確かにしっかりした、もうこっくりした、うん、秋っぽいカラーのもの。秋冬になるとこっくりポテッとした色味、うん、使いたくなります、ね、やっぱりなんかお洋服とのバランスもあるよね、うん、次はタオル。ハンドタオル、フェネリータさんですね。フェネリータさん今暑いからこういうハンドタオル、ハンカチ あの薄いものじゃなくてタオル系の、うんうん、もう吸い込んでくれるやつ、うんうんうん、最近は。はい、いきます。はい、なんか小物ジャカジャカって入れてるんだけど、この中じゃん。カッサボ。私が通ってる全身トレーニングしてもらう先生が作ってるものなんだけど、顔も頭も、もう足も手も全身いけるやつも。頭もなんですね。あ、もう頭もこれで、あの普通に先生のところに行くとこれでマッサージしてくれる。へえ、すごい。ゴリ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 、リンパ詰まってると気持ちいいんですよ。すごいですね、これエトレの子たちも結構みんな持ってる、ね、そうですね、握りやすいんですよね。持ってみてください。え、軽い。もういつもバッグに入ってる。どんなちっちゃいバッグの紐これだけは入ってる。あとはランダムに、はい、こちらです。これ何ですか？これはね、ネイルケアのセット。え、すごい。これもまたこの色なんだけど。確かに。最近ね、ジェルネイルをやめていて、ずっともう半年ぐらい、はい、お料理をすごいするようになって、結婚してから、はい、お弁当作る日も多くて、結構水仕事が多いから、うんうんうん、剥がれてきやすくなっちゃったのと、うんうん、食べ物たくさんいじるからなんとなくちょっと気になって、ただ形とかは整えてたいし、はい、きちんとはしたいから、はい、ケアグッズみたいなものを集めるようになって、うん、ジェルとかしてなくてもこう綺麗に形整えてるだけできちんと感は出るというか、うん、素の爪でもそれはちゃんとケアしてやるようにしてます。まだまだこれが好きなやつ。純奈さんといえばもうね、前髪をね切ってからもうずっとこの前髪をこうやるのがね癖ですね、はい、よくやってますね。これね、でもすごい、こっち側だけ目が細かいので、こっち側だけ目が荒いの。これもビューリーさんの、ビューリーのやつで、名前オーダーで入れられるから名前をちょっと入れてなくさないように。かわいい。これはもうね、職人さんのハンドメイドだから入荷の時期がいつもバラバラで、うん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 、もうずっとね通って、行くたびに入ってますかって聞いて、はい、たまたま行った時にあったから買って、うん、これもこの色ですね。確かに昔からでもあれですか、このキャメルカラーがお好きなんですか？うん、好き。気づいたらキャメルカラー。かわいい。そちらは何ですか？日焼け止めです。日焼け止めスプレー、髪の毛とかにいけるんですよ。髪傷むから、スプレータイプだから髪にもいけるし、これ子供にも使えるし、やっぱりさ、もう外出先でとろけてからさ、うんうん、一から塗るのとか結構あの何大改造になっちゃうじゃん、はい、スプレータイプはさ、もうどんな状況でもかぶれるからすごい便利でおすすめです。めっちゃおすすめ。で続いてはクジラちゃん、これもずっと使っている。これポーチですか？これポーチなの。コインケースみたいな感じなんだけど、私はね、ちょっとアクセサリーとかをいくつかいつも入れて持ち歩いてます。かわいい。このオーガというブランドはね、エトレの卒業生ちゃんたちが作っているブランドです。私もこれポップアップの時に行って買ったんですけど、これ もうずっと完売していて、やっと買えたの、クジラさん。これもう1年以上ずっとバッグにつけっぱなしかな。かわいいですね。かわいいでしょう、うん、すごい気に入ってる。お気に入りちゃんです。はい、まだあります。ミニ香水、まあ、いろんなものをね、香水は使うんだけど、うんうん、これはマルジェラさんのもので、セリングアデイっていう香りで結構爽やかな。嗅いでみてください。本当だ、夏っぽい感じ。爽やかです。
なんか香り系こういうの選びがちみたいなのありますか？女性的なものよりもユニセックスとかこうメンズライクな香りの方が好きかな。ウッディなものとか、はいはい、あまりお花って感じではない、ね、うんうん、何が好きですか？私も結構フローラルなのはちょっと苦手で、うん、なんかパウダリーな、うん、ちょっと重みあるけどそこまでこう強くない、うん、ないのか、お風呂上がり的な香りが石鹸っぽいね、はい、鍵ちゃんだけど鍵の部分は隠して。これどちらのですか？これはボッテガさんのでお誕生日に以前もらったもの、キーチェーンでしょ。すごいあるんだから。すごいしっかりやっぱ入るんですよ ね。サングラスです。夏なのでサングラスです。え、かわいい。はい、これはねもう本当に10年以上前のものです。ずっと使ってる。長いですね、うん、ちなみに色は何色なんですか？これ別光になるのかな。ちょっとカーキっぽいブラウンっぽいみたいな、うん、セリーヌが前のフィービーの時代の、はい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 、E の上にチョンがついてる時代のセリーヌのもの、宝物です。結構ベーシックなデザインというかそんなに突飛ではないから、うんうん、さやりすたりなくずっと愛用してますもん。何年も。まだありますか？山のようにあります。またミニバッグの中からはあの、ね、バッグの中がこうセパレートいろいろされてないから、はいはい、自分でこういう巾着みたいなのに入れてちゃんと分けて持ってるんだけど、まずイヤホンですね。はい、と色味かわいい。かわいいでしょ。かわいいです。すごい音がいいんだよここのが、なんか家でスピーカーを愛用してるんだけど、スピーカーもすごい音がいいからイヤホンタイプもこちらのブランドさんにしました。とこれは SD 読み込むやつと SD カードですね。はい、SD カードキャップはもう必ず入れてます。これ他の人のバッグの中身と違うと思う。そうですね。続いてはこのもうバッグの中でこれが一番重いと思う。いつも思うんだけど、あ、充電器がないって時に絶対ジュナさんあるよバッテリーっていつも出してくださいますもんね。はい、はい、こちらすごい。フル充電3回分いけます。で一気に3人ぐらいさせます。へえ。もうちょっと軽くなりませんかっていつも思ってるけどすっごい鉛を入れてるみたいな感じの。続いてですか？またちっちゃい巾着。かわいい。巾着だらけでもおばちゃん的な。雨です。咳喘息だから、うんうんうん、雨をいつも持っていろんな人が私の喉を心配してくれるの雨、はい、これねプロポリスで、すごい結構ピリピリするぐらいしっかりしたプロポリスのキャンディーで、こちらもハニーハーブキャンディー、キャンディーをこの中に入れて持ち歩いてます。まだあった。ハンドクリームも入ってましたね。ネイルケアの一環で髪の毛の乾燥が気になる毛先とかもたまにこうやって毛先に塗っちゃったりするちょっと保湿を。はい、保湿を。で続いてはバックインバッグですね。もうバッグの内側の素材と一緒のスウェードの素材のバックインバッグの中には喉スプレーです、はい、咳が出ますので私ハチミツのスプレーと。ハチミツ。はい、へえ。喘息のシュッシュするやつですね。はい、いや大事です。あとまたここにオイルがありますね。すごいこれさ、あのスッてするし、あの気分変えたい時とか嗅ぐとさーってこうクリアになるっていうか、頭痛がする時にこめかみに塗るとか。なるほどなるほど。すっきりするのみたいな感じだと、もう一本ね、オイル大好きだから私、シゲタのオイル、これもリフレッシュ用に持ち歩いて、もう同じような役割で香り違いっていうか、うん、これもじゃあリフレッシュしたい時、リフレッシュ用に雨の日とかなんかちょっと頭痛するかもとか、ちょっと眠気覚ましたい時とか、うん、あと緊張ほぐしたい時とか、はい、っていう感じで終わりです。これでもうようやく空になりました私のバッグ。空っぽでございます。やっと空っぽになりました。たくさん入りますねすごい入ってたよね。え、すごい。結構すごくたくさん荷物を持っている日と何も持ってない日の差がすごいんだけど。思って ならないですか？なりますねありがとうございます。たくさん紹介していただいて。大丈夫でしたでしょうか？いや、もう見応えがいっぱい入ってたね、はい、こうやって自分のバッグの中身を全部並べてみることないので、はい、こんなに詰め込んでたんだっけって思ってちょっとびっくりしてます。たくさん入ってます。みんなの、ね、バッグの中身とかも気になるなって、ね、結構パーソナルな部分だから、うんうんうん、どこで買ったんだとか、なんでそれを使ってるのかみたいなのも聞いたりするのも楽しそうだから、うんうん、確かにみんなのもやってみたいですね。やっていきたいですね、はい、はい、楽しみです。
今回もねバッグの中身楽しかったよという方はぜひねいいねボタンとチャンネル登録の方もお願いします。で今日ご紹介したものの中でももっと知りたいなどがあればコメント欄の方にもお願いします。誰々スタッフにバッグの中身紹介してほしいとか何かリクエストがあればそういうこともコメントお待ちしておりますのでぜひ気軽に書き込んでみてください。そしてこのエトエ東京チャンネルでは今後もファッションやライフスタイルに関する情報を毎週土曜日に配信予定です。ぜひチャンネル登録をポチッとしていただけると嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。お疲れ様でした。お二人のコーディネート見せていただくことできますか。可愛いって思った。今日最初から本当ですか。ありがとうございます。なんか素敵。ロングブーツ合わせてます。ドレッシーなアイテムですね。すごいサテンで光沢感がこうしっかりあるワンピースになってます。サイドのこのタックの部分に腕がすっぽりこう隠れるので二の腕とかも好き見えるデザインなんです。わあ。じゃあ純奈さんも私は美咲と打って変わってカジュアルスタイルですね。あとはジョイリン。おめでとうございました。じゃあね。